はい、ギルロイドミニに来ましたよ。来た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 、ギルロイドミニミニミニバス、イエーイ、薪で来たよ、ね、よいしょ、ほい、ギルロイドミニにミニなバスね、いやー、よく来てくれたね。はい、じゃあ逃がしてあげます。ギルロイドミニー、おお、元気元気ね。ちょっと雨が降ってるから上ずっちゃったね。おお、レンちゃん、ギルロイドミニーすごい。お、今度サイズがいい。おお、逃がしたら親分連れてきてくれた。おお、もういけっかな。よいしょギルロイドミニーレンちゃん。はい、ギルロイドミニーに来ましたよ。これはもうね、だいぶ回復してるんじゃないかな。でっぷりバス、イエーイ。一匹ね連れて、小さいやつね。でそれで逃がしてあげて、それでもって、2頭目、あー、こんなねでっぷりバスがね来ました。イエーイ。これね、ほんと小型クランクベイトみたいな感じでね、巻くといいんじゃないかなって感じで、巻きで使ったら、ダーン、ダダ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 ーン、でっぷりギルロイドミニフィッシュ、イエイ。はい、でね、タックルなんですけど、こういう感じで、ジリオン、新しいジリオンにタトゥーラエリートクランキンっていうね、竿です。大森プロのね、クランキンロッド、それにルアーはね、このギルロイドミニっていうね、ギルロイドシリーズでも一番小さいやつで、見てほしいのはね、これね、ラインスラックの小倉さんに習ったナイロンのですね、これ12号っていうね、めちゃんこ太いこのナイロンライン、これにここはね、PE ラインの4号かな、こういう組み合わせでやってみております。イエイ。